Good morning. おはようございます。How are you? ご機嫌いかでございましょうか、えー、今日はあ第一コリント人への手紙からあなたにメッセージを送りたいと思います。十字架の言葉は滅びる人にとって愚かであっても救いを受け入れる者には神の力です。素晴らしい。あなたに神の力が与えられているんだよと。 イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかり死なれ葬られ3日目によみがえってくださったこの十字架まさに言葉が人となってこの地上に来てくださった方この方によって私たちに永遠の命無条件の神の愛そして 罪の許し救いが与えられているんだと。ぜひ今日胸を張ってこの十字架を見上げながらあなたが許されているものなんだと。そして神はあなたを愛しているんだと。そして永遠にこの方があなたと共に人生を歩んでくださるんだということをぜひ覚えてほしいなと思います。必ずその 主からのあなたへの救いがあなたを解放し本来神があなたをデザインメイクした女性としての魅力男としての魅力が内側から醸し出され香りとなって放たれていくとバイブルは語っていますすごいね、えー、あなたの中にそのジーゼス魅力の源が生きて働いているんだということを忘れずに Have a good day